堆肥作りで2つの方法を試したのでご報告です。畑の前準備が必要です。スコップで耕し、石灰処理も行いました。スコップは秋でしたが、次の早春に小型耕運機で細かくしました。ゴミ袋コンポストの数ヶ月後です。少し水分が多いのですが、ほぼ堆肥です。もう一つの土に置くコンポストです。数ヶ月後ですが、白いカビもあり、いい感じで完全な堆肥です。落ち葉の原型もなく、匂いも少なかったです。これが取り出した完全な堆肥です。いい感じです。畑に撒く方法もありますが、うちでは畝の真下に埋めました。堆肥を埋めてから苗を植える、5月頃まで放置です。紹介記事をリンク先からどうぞ。堆肥は野菜作りに欠かせません。